崖の上の大屋敷の今は。映画バスカビル家の犬のオープニング映像です。アマゾンプライムで上映中。大豪邸に出入りするリフォーム業者役。さて、この豪邸のロケ地はどこでしょう。この映画を見るまで晩水荘がロケ地だとすっかり忘れていた。晩水荘は大正11年に建てられた。愛媛県松山城の下にある重要文化財である。私がこの晩水荘に行ったのは2023年の3月末だった。撮影はほぼこの重要文化財の中を使っていますね。